はい、ハンマー家の本物の本家の代表の王様のハンマー岩先生です。本物の貴族です。でですね、皆様方に注意することなんですけれども、高能力者とのね、ぶつかり合い摩擦ですね、上位人間たちの高能力者でも同じですけれども、の摩擦に対してはですね、頑張ったりとかですね、一生懸命に対抗しても負けます。 100% も負けるでしょうね。というのはそれに対して対抗できる能力ですね、努力しないでね、妥当だという動きで摩擦に上位のね、摩擦ね、最高はもう当然全然ダメですよ。上位からはですね、努力したってね、頑張ってね、それに戦いをしてるんだって、頑張ってね、生活改善のために正しくぶつかってるんだって言ったって、上位の摩擦に対しては効きませんね、働きません。頑張ろうとそういうね、シードっていうのは働かないんですね。そこの上位の摩擦というのはね、本来の能力ですね、頑張りじゃないんですよ。それで摩擦に対して対抗しなければ勝てません。じゃあ能力ない人が戦う、あそこに入り込む、これは全くダメです。その上位の摩擦っていうのはね、ものすごく強いもんなんですね。努力してっていうのは若造のやることなんですね。それで認められるって、だからこれは初級中級まで許されるかということで、上級では許されないんですね。許されるのはね、上級のね、その段階じゃないんですよ。頑張ったから許すとかね、いいよっていい意見をね聞いてあげるよとかね、もうこの部門はね許されるよというようなことにはなれないんです。上級の場合はね、必ず大体 100% 近くね、負けます。だから努力してもダメです。その前に修行しとくと、何代もかけてね、血筋よく強い体にしたね、ものを作らないと、血筋を作んなければね、何代もかけてね、1代ぐらいじゃ難しいでしょう。ね、例えば私のところでも東大は3人以上卒業してますからね、何代もね、だそんなふうな学問で、頑張るとかね、まあ、さらに上はもうそれどころじゃないんですけども、頑張ってねたりするのはね、シードですから、赤ちゃんみたいなもんですね。そういうのは許されないんですね、ということですね。気をつけないといけないのは、上級レベルからはそうですね、もう一生懸命頑張って やってるんだということでね、それに対してね、全くダメです。何の意味もないですね。そういうことですね。邪魔にもならないし、意見としてもならないです。摩擦の意味分かってんのかということで参加してるみたいなもんですね。
言うならどっちも邪魔になっちゃうわけですね。その揉め事でどんなことでね、正しくこの 上位のね、摩擦を、ね、怪我なく両者とも頑張ってやってるわけですよ。支破壊検査じゃないけどね、それで頑張って戦いをしてるんですよ。ね、お互い喧嘩し、気ぃつけないようにお互い分かそれに対して上位同士でぶつかってるわけですよ。これはね、どっち方もないようなねことなんですよ。それに対して入り込んでるのは、これはもう全然殺しにかかってるみたいな、もう全然意味わかんなくて、それに戦いにね、意味わかんないで戦いに来てるみたいなもんなんですね。無理一生懸命頑張って参加してるとかね、ほらやってんだという、これ上級者のには入れないんです、戦いには。言うなれば大事なね、上級者としてで摩擦出てきてて討論してるわけですよ。お互い喧嘩しない、傷つかない、問題ないように ね家が破壊しないように、城が破壊しないように、お互いで一生懸命 ねこういうのはどうなんだっていうふうなことですね。こういうのをぶつ投げるわけですよね、超能力で。で相手はどうするかって、ね、それまた受けるわけですよ、ね、そういうんだけども、実際はねお互いね、なるべく相手傷つけないようにして討論するわけです。それでこういうことなんだよって言ったお互いです。それでね、お互いで外ではものすごい爆風みたいに動く、戦争みたいに見えて違うんですよ、ね、討論してるわけです。これにねぶつかってきてって、そういうのを、ま、やり方は意味が分かってないんでね、これは大きい核爆弾以上のね嵐が起きてて、お互いね